B 級予想けです。今回は宇都宮記念競輪の12レース決勝の予想をさせていただきます。はい、12レースの決勝なんですけれども、周回の並びといたしましては、このような形で考えておりまして、戦い方の想定なんですけれども、まあ、先行はですね、8番の山田選手、6番のですね、久田選手、これどちらも先行というふうに考えてみておりまして、これまくりに構えるっていうのがないのかなというふうにちょっと考えてみております。 それに対して2番の浅井選手ですね。まあまあ、くるところでまくれればいいんですけれども、まあ、私としてはですね、待ちに待って4コーナーからの仕掛けでの自在戦というふうに考えてみております。 このレースの展開の予想なんですけれども、誘導をですね、かわしに行って先行体制に入っていくのが、まあ6番の久田選手ですね。これ思い切って誘導をかわせるタイミングでめがけていってかわしに行くっていう形。で、それに対して8番の山田選手なんですけれども、これ普段の戦い方で行くと、下げて、中段位置っていうふうに、あの、行きたいところだと思うんですけれども、これこの並びになってるってことは、あの、 突っ張ってですね、先行してかなきゃいけないっていう、これ、使命感がちょっとね、あるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、私としてはですね、これもう思い切って突っ張っていって、何が何でも先行していくっていう形になるんじゃないかなというふうに思ってまして、できる限りこれ6番の久田選手を浮かせたいというところあるんじゃないかなというふうに私としては考えてみております。で、今の、 浅井選手はこれもう中段位置は絶対譲らない形で、もしこれ6番の久田選手があのできれない形になると、3番の松浦選手は中段切り込んでっていうところで、もしこれ降りるところが2番のですね、浅井選手のところになれば、これ1番の増木選手としてはかなりチャンスがある形で、このラインでできれる形になると、私としてはこれ関東勢でチャンスがあるんじゃないかなというふうに考えてみております。 このレース狙い目なんですけれども、本命はですね、関東3番手の5番の佐々木選手が1番の松木選手のですね、番手から出ていくところをかわしてというのを考えまして、5152からですね、3着は1247という組み合わせで考えさせていただきました。今回の予想は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございます。